ザピー、どうもカンタです。皆さん、先日発表された衝撃のニュースご存知でしょうか？なんとフリースタイルダンジョンに登場するモンスターたちが出演するフリースタイルモンスターという番組がアベマ TV で1月2日から公開することが決定しました。久々のモンスター復活となったこの番組ですが、実は僕は収録に遊びに行かせてもらいました。ということで、スタジオ収録に行った自分からネタバレなしでフリースタイルモンスターの楽しむべきポイントを紹介したいと思います。もちろん皆さんからもネタバレ厳禁なので、コメント欄でのネタバレはお控えください。それでは行きましょう。まずそもそもこのフリースタイルモンスターという番組がどのような番組なのかについて紹介したいと思います。フリースタイルモンスターはこれまでテレビ朝日系列で放送されていたフリースタイルダンジョンの続編的な立場にあたる番組です。しかし今回はテレビ朝日系列で放送されるわけではなく、 ABEMA TV で独占配信ということで、フリースタイルダンジョンの続編ではないということは覚えておいてください。ただし形式としては非常に似ていて、様々な大会で実績を残してきたチャレンジャーが実力派モンスターと戦い、賞金100万円獲得を狙うという MC バトル番組になっています。またそんなフリースタイルダンジョンみたいな番組がなぜ復活したのかということについてですが、これまで収録を行っていた新木場のイベント会場であるスタジオコーストが閉館してしまうことが決まったということで、それの記念収録になります。本当にこれまでスタジオコーストは様々な名勝負を生んできた、いわば聖地のような場所ですからね。フリースタイルダンジョンの収録に関してもそうですが、 MC バトル全国最強を決めるアルティメット MC バトルの決勝が2015年から行われているのもここスタジオコーストなわけです。やはり今回の収録が最後ということで、出場する MC たちには非常に気合が入っていたようにも思えました。そこまで広い会場ではないのですが、スタジオコーストには非常に張り詰めた空気が漂っていましたね。その空気感があってからか、とんでもない収録になったということだけ言っておきます。そして最後の収録ということもあって、番組の MC にはなんと宇治さんまで復帰していました。宇治さんというと、フリースタイルダンジョンがテレビ朝日で放送されている途中で逮捕されてしまうというハプニングが起きたわけですが、今回のアベマ TV での放送で見事に復帰されました。やっぱりフリースタイルダンジョンにウェイヨーっていう一声が戻ってくるのは嬉しいですよね。見ていて僕も胸が熱くなりました。サイプレス上野さん、宇治さん、そして司会のジブラさんによって復活したフリースタイルモンスターですが、今回の中で楽しむべきポイントを3つほど紹介させていただこうかなと思います。まず1つ目に紹介するのがモンスターについてですね。ここまでモンスターはリョフカルマさん、フォークさんという2代目3代目続いて出てきたモンスターが続投するということが発表されていますが、観覧に行かれていない皆さんはモンスターの残りが誰なんだろうっていう風に予想していますよね。もちろん僕も収録に行っているのでネタバレをすることはできませんが、今回のモンスターのメンバーに対する自分の率直な感想を言っておきたいと思います。まず1つ目に言えることは、このメンバーがモンスターなら非常に納得だなというメンバーだったということです。これまでもフリースタイルダンジョンのモンスターは様々なバトルで優勝されている猛者たちが務めてきましたが、今回のモンスターに関してもかなりの猛者たちが揃っていました。正直チャレンジャーとしては今回のフリースタイルモンスター非常にやりづらかったんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりフリースタイルダンジョン、そして新木場コーストというホームで迎えるモンスターたちの強さはいつもの平場のバトルに比べてより一層増していたように思いました。詳しいことは言いませんが、モンスターの強さに僕も収録中思わず笑ってしまいましたからね。そして次に言いたい感想としては、そんな盤石な布陣という中にも意外性があったということです。この意外性については皆さんも予想できないような斜め上の角度から降ってくるので、これは放送にぜひ期待していてほしいなというふうに思います。僕も収録中見ていて思わずと声が出てしまいました。フリースタイルモンスターはやっぱりこういうサプライズがあるってところも面白いですよね。まあこのサプライズについては誰も予想することができないと思うので、皆さん考えすぎないようにしててください。収録純粋に楽しんだ方が多分楽しめますね、これに関しては。そして3つ目に紹介したいのが、やはりモンスターは新木場コーストという会場に思い入れがあったんだなというところですね。今回も様々なバトルが繰り広げられましたが、モンスターの新木場コースト、そしてラップにかける思いがひしひしと伝わってきました。やはり新木場コーストというホームで何度も収録を重ね、その度に絆を重ねてきたモンスターだからこそ聞けるセリフもたくさんありましたね。それだけ聖地スタジオコーストという場所が MC たちにとって深い意味を持つ場所であり、スタジオコーストという会場だからこそ生まれた名勝負もいくつかあるのではないかなというふうに思います。正直ここまでの紹介でネタバレをしないようにかなり抽象的に喋ってはいますが、これが今回のフリースタイルモンスター収録を見て思ったモンスターに対する僕の感想です。個人的にはモンスターとしての久々の MC たちの活躍が見れて非常に嬉しかったです。では次に皆さんが気になることとして、今回のチャレンジャーって誰だったのというところがあるかもしれません。そこについては次に紹介したいと思います。次に皆さんが気になっているであろうチャレンジャーについて紹介したいと思います。このフリースタイルモンスターという番組が発表されて以来、皆さんの中でもチャレンジャーの予想がたくさんされていましたが、なんと今回は公式からチャレンジャーの発表がされましたね。いやー、これには僕もびっくりです。特に今回の MC に関してはダンジョンの収録が終わってしまった後の2020年から2021年にかけて一気に有名になった MC たちが多かったですよね。全6名を紹介すると、ニドラアサシンさん、パワーウェーブさん、からしれんこんの杉本そらさん、スクリューさん、ボンズさん、シーマさんの6人でした。いやー、
この6人本当に熱いですよね。ダンジョンが終わってから、この人がチャレンジャーだったらこんな風に勝ち上がるんじゃないかな、みたいな妄想をしていた MC たちばかりです。そんな6人のチャレンジャーですが、チャレンジャーに対して僕が持った感想を3つほど紹介したいと思います。まず1つ目に、からしれんこんの杉本そらさんのまさかの参戦ですよね。いやー、これに関しては本当に驚きました。皆さんとしても衝撃だったと思います。杉本そらさんがどのような方なのか知らない人のために説明すると、杉本そらさんはフリースタイルダンジョンの後釜番組であるフリースタイルティーチャーに出演された芸人さんであり、ダンジョンのチャレンジャーとして出演された経験もあるトロサーモンの久保田さんや、その前のトーナメントの王者であったユリアンレトリーバーさんらを倒し見事に優勝されました。まさに彗星のごとく現れ優勝をかっさらっていた最強芸人の一人だったわけですね。最近では東海ラップフェスティバルという MC バトルにも参戦され、リョフカルマサスバトルなど着々と芸人最強から MC バトル最強への道を登っていっていましたが、そんな中でまさかの参戦、これについては本当にびっくりでしたね。ただ実はなんですけれども、僕これ予想してたんですよね。なので杉本さんが出てきた時に非常に嬉しかったです。もちろんこの杉本さんがどこまで勝ち上がったということはネタバレできませんが、ぜひ杉本さんの活躍に皆さん注目していただければと思います。2つ目に、ダンジョン収録を見てチャレンジャーに対して持った感想として、やはりチャレンジャー向きの MC というのはいるなというところですね。やはりフリースタイルダンジョン、もしくはフリースタイルモンスターといえば、片方がモンスター片方がチャレンジャーという形式でバトルに臨むため、基本的には何度も番組に出ていて番組に慣れているモンスター側が有利なわけです。そんな中でやはり下克上を起こせるようなハングリー精神を持ったチャレンジャーがモンスターに噛みつくことができますよね。今回のフリースタイルモンスターに関しても、どんなモンスターに対しても噛みついてやるっていうチャレンジャーが非常に輝いていたように思いました。特にね、今年に入ってから人気になった MC たちは、今までダンジョンに出られなかった分その分かましてやろうっていう気持ちが強かったようにも思いますね。ということで、今回のチャレンジャーの中で誰がモンスターにその刃を突き立てるのか注目です。そして3つ目に持った感想としては、超絶感動できるバトルがいくつもあったということです。フリースタイルダンジョンというと、今までディスを超えたその先にあるピースなバトルが展開されていましたが、その中でも今回はお互いのヒップホップスタイルがぶつかり合う試合が約2試合か3試合ほどあって、それがとても感動できるので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。これまでのモンスター vs チャレンジャーの歴史の中でも5本の指に入るようなベストバウトがなんと起きてしまうので、ぜひ放送まで楽しみにしていただけたらなというふうに思います。とにかく今回のチャレンジャーに関してはすごくフレッシュなメンバーが揃いましたよね。人によってはチャレンジャーそんなメンバーかよって思う人もいるかもしれませんけど、本当にハードル上げといてください。期待値上げていいぐらいに最高の収録だったので、ぜひお楽しみにしてください。というわけで、チャレンジャーについても感想は以上です。そもそもモンスターとチャレンジャーのバトル形式に関しても、今回のモンスターがどんな番組なのかについても発表されていないので、そこも含めて意外性があるかもしれないので、注目していただければなというふうに思います。というわけで、フリースタイルモンスターの収録の感想について話してみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。正直ね、言ってない方は聞いててモヤモヤしたと思います。そこはすいません。ただこの熱すぎた収録について、ぜひ皆さんと感想を共有したいなと思うので、このように動画を撮らせていただきました。とりあえず観覧に行けなかった方に言いたいこととしては、絶対絶対にネタバレを見ないでほしいということです。それだけ期待値を高めてみていい番組だと思いますし、皆さんの期待を超えてくれる、そんな収録になっていたと思います。フリースタイルモンスター、様々なドラマがあるということで、1月2日からの放送、ぜひ楽しみにしていてください。マジで楽しかったです。また皆さんのモンスターやチャレンジャーの予想は誰でしょうか。ぜひコメント欄の方にお願いします。カンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。というわけで、次の動画でお会いしましょう。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。12月11日から25日までプレゼント企画を行っております。企画の応募方法については概要欄の方に書いてあるので、そちらをチェックして、ぜひご参加の方よろしくお願いします。プレゼント内容は A 賞オリジナルキャップ、 B 賞ブリンザビートニット帽、 C 賞僕がつけているサングラスの3つになっています。皆さんへのクリスマスプレゼントということで、ぜひご応募お待ちしております。